こんにちは、あなたの理想不動産です。本日は、久々に東京を飛び出しやってきました。横浜市の鶴見駅。いや、東京を飛び出したって言っても、神奈川県じゃねえか。というツッコミはさておき、JR 鶴見駅は、京浜東北線と鶴見線の2路線を利用できる駅です。少し歩けば、京急鶴見駅もあります。川崎駅まで4分。横浜駅まで10分と県内の移動は大変便利。都内に関しては、品川まで20分、東京上野まで30分、新宿渋谷まで40分、池袋まで50分です。こうしてみると、意外と東京方面もアクセスは悪くないですね。駅前には、シャル鶴見という商業施設があり、東口、西口それぞれに商店街があります。また、病院郵便局、区役所といった施設も、すべて駅周辺にあるので、生活はしやすいと思います。本日、これからお伺いするのは、リビングが映画館になる家。映画館の大迫力のスクリーンで見る映画も素晴らしいですが、やっぱり映画はリラックスして見たいですよね。パジャマを着てソファーに横になりつつ、ポテチのような音の出るお菓子をバリバリと食べながら映画を見たい。という、私のような、物臭人間の願いを叶えるためには、リビングを映画館にできると、ありがたいことこの上なし。きっと最高の引きこもりライフを、送ることができるはずです。ちなみに私の場合、映画館で映画を見る前に、小腹が空いたからといって、何か少しでも飲み食いをしてしまうと、予告編の上映に向けて劇場が少し暗くなった段階で、寝てしまいます。この前なんて、目が覚めたらもう、映画の中盤でした。皆さんの中には、私と同じような体質の方、いらっしゃいます。と言っている間に目的地にたどり着きました。こちらが、鶴見駅徒歩5分のリビングが映画館になる家です。コンクリート打ちっぱなしを前面に押し出したスタイリッシュなマンションですね。今回のお部屋は1階と言いつつ半地下になっています。果たしてどんなお部屋が待っているのか？それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。予想通り無機質な玄関がお出迎え。玄関には3段の可変棚が備え付け。こちら、おそらくシューズラックだと思うのですが、それにしては上がりかまちからちょっと遠い。もしかしたら、シューズラックより物置的な要素の方が、強めなのかもしれません。玄関の壁にはアウターやバッグなどを、かけることができるようになっています。玄関を上がるとすぐに3方向が、ドアで固められていました。まずは向かいのドアを開けてみましょうか。トイレでした。トイレはタンクレスで温水洗浄便座付き。奥には2段の可変棚が取り付けられています。片側の壁だけコンクリートの打ちっぱなしになっているという一風変わった内装です。続いて左にあるスライドドアを開けてみます。こちらは 6.7 畳の寝室なんですが、めちゃくちゃ細長いですね。一瞬、廊下と見間違えました。奥の窓付近には、室内物干し竿受けが、ぶら下がっています。天井には、レールライトが一列に並んでいて、お部屋を明るく照らしています。窓の外を見ると、このお部屋が半地下にあることがわかります。寝室の奥はこのように、広めのウォークインクローゼットがあります。部屋の両端に長いポールがそれぞれ1本ずつ走っているので、大量の洋服をかけられます。ありがたいことに棚が3つも用意されているので、洋服の収納だけでなく、物置としても活用したいですね。ウォークインクローゼットを出た先には、部屋の高さいっぱいに広がる姿見が設置されていました。これならコーディネートもしやすそうです。では、残されたドアを開けてみましょう。こちらは 10.3 畳のリビングです。L 字型をしていますね。もちろんキッチンもあります、が、その前にこちらのドアを開けてみましょう。
水回りです。洗濯機置き場の上には、2段の可変棚が取り付けられています。小窓もありますね。洗面台は鏡と洗面器がセパレートのタイプで、洗面器の下は2段の引き出しになっています。鏡もこのように収納として利用可能です。お風呂場は標準的なサイズ。このぐらいの広さがあれば、お風呂も快適でしょう。浴室乾燥機もついていました。お引越しはあなたの理想不動産で。続いて、キッチンをチェックしていきましょう。おや？ロールカーテンで何やら箱が覆われていますね。湯沸かし。いや、なんだこれ。どなたかお分かりになる方いらっしゃったら、教えてください。こちらの箱の隣にあるくぼみが、冷蔵庫置き場です。キッチンはシンクと IH コンロの間の作業スペースが、広く取られているので、快適な料理作りができそうですね。IH コンロは2口です。キッチンの向かいは、カウンターとなっていて、すでにカウンターチェアが2台用意されています。一人暮らしならこれだけで、もう十分ですよね。あえてダイニングテーブルは用意しなくても、良さそうな感じ。それよりも浮いたスペースを、リビングの充実に回したいところです。壁には可動式キャットウォーク、飾り棚です。リビングの壁には、スクチャーレールがありました。長さは調節できるので、思い思いの絵画を飾っちゃってください。こちらのリビングは、キャットウォークにピクチャーレールと、お部屋を彩るための装備に、重点が置かれているようです。奥から部屋全体を見渡すと、こんな感じ。先ほどの寝室と負けず劣らず、こちらも細長い。リビングが細長いと、家具の配置に悩みますよね。今、私がいるところなんて、どう使えばいいんだろうか。あ、そういえば、このお部屋はリビングが、映画館になる家なんでした。ということは、どこかに、スクリーンがあるはず。それらしきものがどこにも見当た。カウンター付近に怪しいコードを発見。ええ。出たあああ。出ました、スクリーン。このまままっすぐ下に下ろすと、カウンターチェアと干渉しそうなので、一度チェアを外に出します。おお。なかなかの大きさのスクリーンが現れましたね。ということは、このスクリーンに向けて、今私がいる位置にソファーやテーブルを置けばいいのか。せっかくなので、スクリーンに動画を投影すると、どんな感じになるのかを、皆さんにお見せしましょう。スクリーンに動画を投影しているのは、世界初のアンドロイド、テレビ搭載型シーリングプロジェクター、ネビュラ、ノバ。天井照明とスピーカーが一体となったプロジェクターです。このお部屋には、このプロジェクターとスクリーンがあるので、リビングが映画館に早変わりするわけですね。アンドロイド、テレビ搭載なので、YouTube、Netflix、プライムビデオなど、様々な動画アプリをダウンロードして、楽しめます。また、音響には、ドルビーオーディオが搭載されており、映画館のような臨場感も、手軽に楽しむことができるんです。映画のみならず、スポーツ観戦なども楽しそうですよね。もちろん当チャンネルも、大画面で楽しむことができますよ。あれ、そうすると、リビングの奥の細長い空間は、一体何に使えばいいんだ？ダイニングにするにはちょっと遠いし、何かこの細長いスペースを活かせるものはないか。壁に沿って細長いデスクを置いて、書斎にするのは悪くないかもしれません。あと、こちらのお部屋は、別荷となっておりますので、ワンちゃん、ニャーちゃんの、遊び場にしちゃうのもありですね。鶴見駅徒歩5分の、リビングが映画館になる家、この部屋に住んでみてはいかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。ちなみにこのお部屋、大型スクリーンとプロジェクター付きに加えて、高速インターネット無料となっております。自宅で映画を見る環境が、バッチリ整えられておりますので、引っ越したその日から、
映画三昧の日々を送ることができますよ。これからも当チャンネルでは、奇想天外摩訶不思議な物件を紹介していきますので、一風変わった物件と出会いたいという方は、チャンネル登録グッドボタンをお願いします。また、どれだけ物件を紹介しまくっても、全く成長する気のない運営者への、叱咤激励のコメントもお待ちしております。このチャンネルで紹介しきれない、ガチの有料物件を知りたい方は、チャンネル公式インスタグラムをご覧ください。Twitter でも最新情報をつぶやいていますので、お暇な方はそちらもどうぞ。本気でお引っ越しをお考えの方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。